お疲れ様です、マフィーです。今回は超ゴマパレード新ゴマップ回していきたいと思います。なんか超ゴマパレード来るペース早くね1月末にやってきて、でその1週間後ぐらいに4周年イベントで超ゴマ&強ゴマパレードがやってきて、そしてまた2月末ということで超ゴマパレード新ゴマップがやってきて、で今回はガブリエルが追加されております。モンストコラボの方にもガブリエルっていうキャラクターがいたんですけど、このオセロニアにもガブリエルが登場ということで、これでラファエル、ミカエル、ウリエル、そしてガブリエルといった感じで4大天使が揃ったわけですよ。でこのガブリエルは強い新超ゴマということもあってね、進化と透過とあるんですけども、前にもトールが追加されて、今回もガブリエルといった感じでね、2回連続で神ゴマのこの自走でございますと。でガブリエルね、何が強いって、まあ、進化も透過もどっちも強いんですけど、個人的にねこの進化が評価高いんですよ、まあ、ということで性能解説していきます。はい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 、ほうほうほう、こう HPあってね、アタックもあってねって感じで、スキルが特殊でコンボスキルがアウト。でこれリンクついてますね。自分のデッキのコマが全て神属性の時に発動できます。表になっている3ターンの間、毎ターン1500の特殊ダメージ与えて、でコンボスキルが場面に自分の神ゴマが2枚以上の時に発動できて、アタック 1.8 枚になります。神ターンであれば使えるっていう感じで、スキルが特殊でコンボがバフということなんで、普通に神ターンで使ってくださいって感じの性能なんですけど、まあ何が強いって単純にスキルが強いですね。3ターンの間1500ということは、3ターン打ち切ったら4500 でコンボスキルも場面に神ゴマ2枚要求されるところではあるんですけど、まあ、このガブリエル以外に1枚でも場面にあれば、それが残ってれば使えて 1.8 枚といった感じで、まあ普通に強いよねって言ったところなんですけど、ちょっとね来客です、ちょっと失礼します。ということで、はい、まあ、スキルが単純に3ターン打ち切ったら4500で強くて、コンボスキルが 1.8 倍ということで、まあ使える、あはいはい、いいよ。今ねスコフィールド来ましたただいまじゃねえだろちょうど今超ゴマパレードの動画撮ろうとしてたんだよ。今これちゃんとあれだよ、もう録画待ってるよいいよいいよ、今ちょっとガブリエルの性能解説してるわ、はい、ということで、はい、ガブリエルね強いんですよ、うん、で何が強いって、まあそれさっき話したかまあどう強いかというと、単純に、まあ、その今の環境において神駒っていうか、その神端においては S 枠って大体新時空フェリアっていうのが確立されてて、で残り1枠が自由枠みたいなところがあると思うんですけど、その自由枠に入る駒かなと思ってますね。でヴィーナスとか、あと4周年ドロメダが強いんですけど、その枠がガブリエルに取って変わるっていうところもね全然あると思います。ただめちゃくちゃ強いんですけど、必須とまではいかないかな、なんかこいつ絶対ないと勝っていけないとかそういうわけではなくて、ヴィーナスとか4周年ドロメだったら十分いけるかなっていうところではあるので、まあでもそれでもガブリエル強いので個人的には欲しいですね。こいつ入れると思います、普通に神端に。なんだろう、神が多いときはさっき言ったヴィーナスとか4周年ドロメダの方がね、神端が多いとき、その神ミラーのときはあっちの方が強いかなとは思うんですけど、マデッキ対面とか、例えばルシファーとかマヘリ対面でゴリゴリ削っていけるんで、ガブリエル強いですね。で比較対象として一応取っておきたいのがティターニアですね。あの前世紀のティターニアが2ターンの間で2000与えて、でコンボが最大で2倍出せるっていうものなんですけど、これね調整うまいなと思ったのが、その前世紀のティターニアに比べるとこのガブリエルの方が1500を3ターンなんで、総合ダメージ量でいうと、まあ、上に見えるんですけど、実際上なんですけど、ガブリエルねアタック低いですよ。アタック低いっていうことはティターニアと総ダメージ量ねそんなに変わんないと。でコンボスキル2倍出せるっていうところで、前世紀ティターニアの方がさすがに強いですって考えたら、ティターニアってどれぐらいやばかったかっていうのが分かると思うんですけど、まあ、そのティターニアに匹敵するぐらいの実力を持ってるかなと思いますね。スコフィですね適当かよ欲しいよね。で次に10日ですよ。この10日が、リーダーであれば都発動で、この駒がリーダーで盤面に置いたときに発動、ひっくり返した後の自分の駒でキャラ駒でない駒でランダムで2つ、なんだこれ、なんていうの、評価群青の檻呼び方わかるを召喚して、でコンボスキルが場面に自分の神駒が6枚以上の時に発動できて、このキャラも含む場面で自分の神駒1枚で500の特殊ダメージ最大で6000といったものなんですけど、まあ、この召喚されるねこいつが、はいはい、ひっくり返された時に受けた通常攻撃 70% にして、でコンボスキルがひっくり返した後の自分の駒でキャラ駒でない駒に2つこの分身を召喚するといった感じでね、あのリトスリーダーに代わるささやきリーダーがねついに現れました。まあ、このリトスに比べると、この召喚される本局の人に比べるとね、カット率が70と60で、これ結構違います。正直、リトスの召喚されるやつの方が 60% にするということなので、この 10% の違いって結構大きいものかなとは思ってるんですけど、ただ、このガブリエルの場合はね、コンボスキルで2体召喚なんで、こっちの方がね、ささやきリーダーに
ってか、待って、画面乱れちゃった。ということなんで、こっちの方が、まあ、普通に佐々木リーダーとしては使えるのかなと思いますね。一応、あとガブリエルの方があれだな、コンボスキルの発動条件が盤面に紙駒6枚ってことなんで、この1枚の違いも割と、まあ、大きいところではあるんですよ。ただ、まあ、リトスに比べるとやっぱりこう先行を取った時にこの召喚されるね、なんだ、檻がめちゃくちゃ強いといったところで、めちゃくちゃ増殖するんでね。ただ、ささやきデッキ自体が結構環境にとって向かい風で、例えば、マタンとか当たった時に、サタンの火力底上げさせたりとか、タオ数の吸収量上がったりとか、ちょっと厳しいところはあるんですよ。あと、速攻流にもきついし、神谷には強いんですけど、あと、あれですね、環境で言うと、ラニジェンバハ?ジェンバハに弱い。とにかく貫通されるし、あと混合ってコンバートとかも入ってるんで、この召喚される檻もね、コンバートで別ベクトリーにね、ダメージ変換されて通っちゃうというところもあるので、まあ、厳しいところはあります。ただ全然ね、ささやきデッキ自体の地位が上がることは間違いないと思うので、このガブリエルも当てておきたいですよね。はい、当てたいと思います。適当かまあまあまあ、まあ、あ、一応ちょっと引いて、上野ガチャ。え?うん。ってことで、今からスコフィーにね、引いてもらいます。いいの引いて。でもちょ、引いちゃってくれよ。で、これでガブリエル出たら後悔することになるぜ。後悔することになるぜ。出してあげるよ。あ、じゃあここ11連頼むわ。いきます。はい、おポチ。そう、そういう感じで、まあ個人的には進化で使う予定ではあるけど、10日は10日で欲しいな。やっぱなんかささやきデッキってね、高校でちょっと微妙な感じがしててさ、どうしてもなんか召喚がその難しいっていうか、確かにっていうところあるんですけど、でも全然ね、十分強いと思って。かぶるか。お、そう、来た。ごめんね。やるってんなら、やるってんなら、やるってんなら出る。やるってんならワンチャン出る。はい。ああ、嘘マジ、嘘。はい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 、こっちじゃん。はいはいはい、こっちじゃん。こっちじゃん、こっちじゃん。嘘じゃん。あざ、まあ、これやっちゃった?やっちゃった?これやっちゃったね。やるってんならやっちゃった。ちょ、一回あれ言って、あれ言って、いつもの。やるってんならやっちゃった。やったー、やったー。ありがとう、スコフィー。任しとけって。うわ、マジか、スコフィー呼んでよかったわ。でも撤退しよっかな。マジ?え、マジで?え、でもね、ちょっともう一体欲しいよ、やっぱり。もうちょっとだけ行こうかな。自分で出しなきゃ。あー、そうだね。いやー、マジかー、マジかー。スコーフィー神だ、ありがとう。あ、虹の掛け入った。でもさ、ツイッター見てる感じでさ、ガブリエル当たってる人めっちゃ多くない？マジで？なんかみんな当たってる気がする。ほい、え、振った。頼む、スコフィールに続け。俺の力もガブリエルあるからね。おえ、でもね、俺持ってる、もう両方。両方持ってるんだ。通る。あ、これ通るね。進化前かっこいいな。あのスコフィーこういうキャラ好きでしょ。大好き。おっさん大好きやから。おっさん大好き。おっさんで強いキャラ大好き。おっさんで強いキャラ大好き。ヒルデとかね。もうちょっと行くわ。もうちょっと行きます。あれはね、モンストコラボのボリューム6でアリスとかも欲しいからあんまり追わないつもりなんだけど。マジか。一発目で出るか。マジで嬉しいわ、これは。ただね、明日から入院するから、ちょっとガブリエルの動画は撮るのだいぶ先になると思うんだよな。申し訳ないんですけど。さあさあさあ、実験エース出てるよ。はい、あ、ラムシオンね。はいはい、もうダミ出てんじゃん、ダミ出てんじゃん、ダミ出てんじゃん。じゃあ次。はい、いや、マジか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 、本当に嬉しいわ。はい、これ引いて、で次サービス11連あるからそれで終わろうかな。あー、アイス出てない。これは出てないね。スキップしよう。はい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 。えいえいえい。そういう時もね、ありますよと。じゃ最後、サービス11連いきまーす。いや、でももうね、出てくれたからね、もうね、勝ちですね、これは。これ勝ちです。サンキュースコフィールドだな。やるな、マジで。やるってんなら相手になってくれたよ。かぶれた。サービスで出んのか?どうなんだ?でもね、今回に関しては本当に2体欲しいかもしれない。マジで。確かに。うん。あー、出なかったな。ユスティ&ギルとドロシーか。まあ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 。えいへいへいへい。全然 OK ですよ。って感じで、まあ引かしてもらったんですけど、もう出ました。うん。どうしよっかな、ガブリエル。正直、興味あるのは10日なんですよね。興味だけで言うと10日の方があるんですよ。ささやきの方が。
なんだけどもこっち進化なんでどうしようかな。とりあえず進化で今度動画撮ってで10日もさせて動画撮るか、両方動画撮りたいな、両方動画撮りたい。そうだね、そうしよう。ということで、このガブリエル当たりました。ありがとうスコフィールド、サンキュー、サンキュースコフィールドって感じなんですけど、まあね、普通に強いと思います。こいつはとりあえずこの進化の方は神タンで使って、で10日の方はささやきリーダーとして、まあ、今後ね、なんだろう、クラスマッチっていうかシーズンマッチの環境って最近ね、大小であったりとかマラグリであったりとか吸収とかちょっとね、なんかこう環境の中であまり使われてないようなデッキが全然使われてきたりしてるので、ささやきも今回でだいぶ強くなったんで、もしかしたら流行るかもしれませんね、といった感じで10日ガブリエルもね、そのうち動画出すので、ガブリエル多分進化と10日両方出すと思います。ただ、まあ、ちょっとね、明日から入院があるので、ガブリエルの動画を出すタイミングは結構ね、最近というか先になるかなと思うのでご了承ください。ということで今日はこの辺で終わります。いやー、マジでスコフィールラッててくれたんでね、終わりたいと思います。スコフィーもちょっとこれね、別れの挨拶お願いします。ということで、またね、またね、バイバイ。